この距離感じ悪くない、なんか悪いんかみたいな。うなぎうなぎやばい。じゃらーん、うなぎでーす。うわー、めっちゃいいとこじゃん。いやめっちゃ美味しそう。やばい、これは。めっちゃいいね。それは？まだまだ見えないのかな。鍋が炊き使ってます。なんか音が近くなった気がする。そんなさっそうと降りてこんでめっちゃ時間かけたりする。そんなギリギリまでいかんよって。山奥だね。山奥ですね。結構山奥だね。これ綺麗でよかった、マジで。細い道。細いね。これマジ対向車来たら。お願い。これは左です。どういうこと？本当にこれ車で進んでいい道？ガムシ。ねえ、すごくない？こっちがやばいよ。うわぁ。テラス席行こう。何食べたの？こんなとこ住みたくない？わかる。老後やね、老後。牛にしてよ。2014年、2013年。めっちゃ素敵やん。夕焼けとかが綺麗。すげえ。そうだよね。今日でも当たりだよね、いろいろと。え、今日結構休日じゃない？ね。めっちゃ上におるんやん。あとあっちの山とさ、同じ高さじゃない？こっちの方が高くない？確かに。だってこんな登ったでも。てっぺん見えとるよね。すごくない？確かに。ここが一番高い山かもしれん。言い過ぎ。だってあっちが高いよ。でもヤギおるんかな、本当に。え、聞いてみようかな。ヤギいませんか。探してみようや。どっかに飼ってるかも。ヤギ触りたい。あとハンモックする？しようしよう。絶対しよう。絶対してね。私見よくけ、見守っとく。一緒にやる。え、うん、一緒にやるよ、そりゃ。やだ。なんで？あれ一人しか乗れんくないしかも。二人だったら壊して帰る。
飼える。でもヤギとか飼いたいな、将来。飼いたかった。飼い主になりたかった、動物の。あ、飼いたい欲はあるんや。うん。ないや。絶対ないや。ん？あ、かわいい。なんか土地の子やね。なんか、で、なんか、いける。筆が、筆筆濃いすぎて、多分、後ろの絶対そう思った。かわいい。次の次の人まで被害が出る。なんか屋根っていうか家がある。うん、でもあのてっぺんとかさ、牧場？待って、めっちゃ遠くまで行った。いける。めっちゃ遠くまでおるやん。やめな。仕事してる、ずっとしてる人とかもやっぱさ長生きしたりするやん。定年したらこういう森の奥とかでね、森のカフェとかしよう。したい。本当に金屋みたいな感じやろ。すごい素敵。もう今日なんか僕満たされる。わかるね。やばい。貸し切りで使っていただいてますんで、はい、少し繋がるから、ちょっと木で隠れてみてるんですけど、白い木だから立ってますけど、はい、立ってまして、はい、今、あっちって書いてあるんですけど、で写真撮ろう。露天風呂は絶対に行きたい。本当に一軒家みたいな感じだね。ね、なんか違う方も泊まってみたくなる。確かすごい緑。綺麗だ。いや。こんなん一生入っとけれるやん。ねえ。本当に素敵だよ。外出てから後であれしたいね。あ、鳥見えるん？見つけきらん。どこにおるんやろ。どうかしとる。わ、めっちゃウグイスの鳴き声するやん。しかも川近いね。これ温泉のあれなんかな。違うって、川は川やってさっきから。厳しいもん。川は川なの。で、その信号あるまず左側だったかな。本当に馬刺あった。馬刺しとかさ、馬なんだね。ね、有名なんだね。はい。でカルビーはいらんね。フフフ。
暑い。カップをセットする。これさすがにさ、開けてセットせんよね、カップ。蓋を閉める。ほんとだ。なんだこれ、合ってんのか。合ってそう。あとで、シフトを閉める。ゾリのボタンが点滅したら、点滅しました。点滅したらボタンを押す。お湯が出るまでしばらくお待ちください。すぎんか。だね。やっと目的地。うまいね。おいしい。なんかどの味？なんかさ、かわいい。こっちだよ、かわいい。ピンクのツツジ見えるのかな。あ、でもさすがにさ、湖の水はさ、うん、引いてるね。あ、あれか。わあ、でも、あ、あっちも行っちゃ向こうね。あっちも行きたいね。広大すぎる。険しい道すぎる。
すげえ。これ誰用の道を。え、これ下るのも怖いんだけど。こちらへは、下れませんでした。この坂やばいよね。なんかさ、どうやったらさ伝わるから、この絶対やっちゃってした方がいいよ。え、こっからも結構坂なんよね。ね。私も結構怖い。虫に赤くみたいな。虫に負けつつあります。小賀さんが虫に小賀さんの匂いに集まる。甘い違う、牧草の匂い。めっちゃ綺麗。ラムレーズンめっちゃ美味しそう。海の中って感じやん。すごい、これだ、シャレだ、癒されるんだが、グラス欲しい。あ、これ撮ったやつじゃない、なんかこんな。タイムメリットが。